コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才キャッチャー作成、右投げ両打ちのキャッチャー、フォームはひじり、好きな球団はひじりからキャッチャー B 狙いで DNA でやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ダン、星180。やっぱキャッチャーは初期値いいですね。現象の回復、いやーそれはね、来るだけ無駄だったっていうね、マイナスなんですよね。いやーこれ赤もう一個取ろう。やる気はね下げたくなかったんでこの周りになってしまったんだけど、ほい、オッケー。さあ選手に会って満塁かな。うん、戸柱さんは満塁って顔してるんでね。強い、ナイス。その輝きが強かった。パワー、あ、おー、弾道ナイス。キャッチャーだから守備も捕球もいく。で最後ハテナマスで回復を、ナイス、超回復最高ですね。ステージ、まあ、初期値良かったのはあるけど、マップの形が悪かったんだが挽回はできた。さすがにまあまあまあシャッフルかな。まだね補給が F なんでね、これこっち行ってみるか。素晴らしい回復量10、常にそれを出してくれ。いいね、ナイス回復。グネグネしておる。わお、また超回復か。待っちゃおう。うい、守備。ちょっと補給が死んでるんですけど。ヒーリングサンキュー。もう一丁。ダメか。上からね、B、C、D、E と、綺麗に並んでますね。お、肘できた。で、オースティンさん。これ、補給に変えるか？ちょっとあまりにも今低すぎるよね。超回復。わあ、そうなると、ハテナマス今引くのもったいないな。もったいないんで、ちょっと残しておきたい。ヒーリング強。守備のキャッチャー B 入らず。残念。あ、待って、これ回復取れねえな。シャッフルしないとダメか。ほい。守備強化。サンキュー。特化マスどうしようかな。また超回復いいんすか。あ、これ肩にしようか。肩にしてね。はい、輝くんです。うわ、弾道きたか、回復もきたか、強いな。いやー落とすか。ここまで順調だったのに、よかったのに。はい、肩、ほい、拾って取れじゃ。お、強い。この肩がちょっといけないね。はい、シャッフル。あー、肩と入れ替わったか。回復量が3、弱い。3球回復。で、回復。素晴らしい10。それよ、欲しかったのは。あー、やる気いったか。やる気いったはもったいねえな。あー、超回復。待ってよ。そしたら、こういこう。やる気上げて、肩。肩ね、マイナス3のプラス3ですね、今。ってなると、やる気を上げただけにはなってしまった。でもやる気はね、ゼフチョになってしまったんで、あげなければいけないところではあった。どこ、絶対来るじゃん。でこれ上行っても積むんで落とす。うわー取れじゃ。あ、これカレン出てこれないね。でこれで出てくるから、オッケー、完璧な処理。ういー、で早いよ来るので、横浜なんでひじりは出てこない。水木か葵か、1号か2号か。で、選手行きたいんだけど、宝箱行って、その後どう動くか見ようか。そっち行く。輝く。赤おにぎりがやべえな。赤おにぎり邪魔だな。果てしなく邪魔だな、それ。でもやる気下げて、その後上げ上げでいけるか。選手にも会えるからね、これは価値ありそう。
三浦の大ちゃんでしたわ。大ちゃん。シャッフル。肩が下がる。超回復サンキュー。誰、関根さん。うわ、得の多いね。よし、オッケー。バント丸。いや、よりによって。あんだけあってバント丸っすか。ちょっと待ってよ。補給が欲しい。守備一旦行って。これでもう守備は十分になるもんな。パワー行くか？パワーにしようか。うん、やっぱね、キャッチャーでも打てるキャッチャーかっこいいと思うんで。頑張れ、頑張れ、あげろ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 。オッケー。あー、でも肩弱え。肩と補給がお弱い。特化マス絶対通過か。絶対通過か。どうしよう。何にしよう。ルートとしてはここなんだね。ミートか？パワーか。いや、パワーだな。パワーにして。480。こうバッて取って。あー、シャッフルっていうのも、あり。邪魔すんな。あー、守備また下がっちゃったか。はい。おっと、それは来たー。うめー。うめーよー。そのね、ハテナマスが怖すぎるけどね。はい、ナイス。俺は信じる。ソウルか、補給欲しかったな。1、2、3、4、5、6。あー、人気者くんね。え、人気者くん。まあ基本能力もらえたらラッキーぐらいなんで。さあ最後、まあ、556、小五郎ですね。お願いします。まあ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 、いいでしょう。はい、ということで、毛利小五郎の出来上がり。小五郎さん、こんにちは。これはね、キャッチャーでちょっと補給 E、肩が C、もったいない。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前。星556から、小五郎くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。打てるキャッチャーは魅力的。でもポジション的に肩 C の補給 E、 少しきついキャッチャーですかね。果たしてどれだけ頑張ってくれるか、オートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割ちょうど。ミート A でちょっと物足りないかなと思うんですが、第6位ですね。見ていくと、今回は165安打。今回は横浜の4番バッターとして頑張って、結構ここ接戦だったんだけど、第3位ですね。宮崎さんに負けてしまった。三塁打が3本のホームラン。38本村上くんに2本差。はい、ホームラン王も取れず。でも今回は121打点、打点王を獲得しました。ありがとうございます。まあ、得点圏打率ややマイナスなんですけども、はい、見事打点王を獲得しました。今回はこれだけですね、唯一のタイトルで。あとはこんな感じで、得点117、これいいですね、素晴らしい。で、三振がちょっと多いかな、178。ミート A なんでね、ちょっともったいないね。でファーボールが83の、デッドボールが7、結構当てられた。盗塁が14個、成功率933なんで1回だけかな、失敗は。総力 S93。 30個いってほしいね、 S だったらね。あとは猛打賞が12回の、対左対右は大きくは変わらず。で、長打率5割8分5厘、これはトップ、いいね。で、出塁率398は第3位。OPS は983。そして今回、小五郎くん、せっかくなので、守備編もね、キャッチャーで見ていくと、エラーは1回だけ。まあ、補給 E、守備 S100。どう判断すればいいんでしょうか。エラーに関しては少ないかな。よかったね。でも、パスボールは8回。これが補給 E ってところか。で、3割4分7厘の阻止率。肩 C の68。ちょっと物足りないですね。81個も走られましたという感じです。
ということで今回の小五郎くん取ったタイトルは打点王、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP の合計5個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。